タビ署跡。そうですね。高瀬船、ね、発着所跡。先ほど通った場所、発着跡だそうですけども、ほとんど痕跡が残ってなかったので。岡山城から北西にちょっと上がったところですね。ちょっと気になる場所があるので今日は歩いていきます。こちらにね、公民館があるんですけど、気になるスポットの一つです。ちょっと進んでいきましょう。ここかな、これは公民館だそうです。明治41年第17軍団司令部が開庁したということです。でそこからまあなんかいろいろ軍の司令部になったそうなんですけど、戦後に米軍のね進駐軍の司令部として使われたそうです。1950年に接収解除に伴い、解体されたそうです。ちょっとね、関係の人にお話を聞きました。で、もともとこのエリアがね、陸軍のそういう師団の場所、関係の施設で、そこから戦後終わって進駐軍の建物になって、そこからなんか国が買い取って、そ
そこになんか、官僚のなんか施設を建てて、まあ、そこからなんか広瀬荘ってなって、でまあなんかいろんな歴史が、まあこれがずっと残る広瀬荘の建物だそうです。そこからあの買い取っての公民館になったみたいなんで、ちょっと歩いていきます。一応あの確認は取りましたんで、こういう感じです。建物広瀬荘に残ってます。敷地内はね、こんな感じです。でも立派なね、すごい趣のある公民館です。この建物なんですけど、1960年、昭和35年からずっとある建物で、その進駐軍のそういう建物がを崩してから残るものなんで、で、まあこの塀ですかね、多分昔からあるものだと思います。ちょっと歩いていきます。すごいですね、武家屋敷のような感じです。で、情報によればここですね、これがなんか結構昔から残るポイントたる部分ですけど、これ多分搬入口かな、裏手の。ここから見るとね、全く普通の感じじゃないというか、なんていうんですかね、この塀がなんか物が立ってるというか、なんかそういう基地というか、なんかね、ミリタリー系とか軍系の施設を感じるような立派なあの塀。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。